様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、日本で暮らした警告人が語った、日本人との決定的な違い。約100年前に、60年間毎日欠かさず日記を書いていた朝鮮人が記した記録について取り上げていきます。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。警告のネット掲示板に、日本で暮らしてみて分かった警告というスレッドが立っていましたので、まずはそちらの投稿を紹介いたします。日本も警告と同じように、老害行為をするおじさんや老人は存在するし、不条理もあれば公明正大でもありません。しかし、日本人と警告人が圧倒的に違うのは、守らなければならない最低限のラインは必ず守るということだと思います。では、そのラインとは一体何なのか？それは、契約で約束したことは守るということです。これだけの時間労働すれば、これだけお金を与える。決められた時間を超過してしまえば、残業手当を与える。いくら劣悪なところで働いていたとしても、これを違反するところはほとんどありません。ところが、警告は9時から6時勤務と決められていても、フル夜勤や残業祭りで超過手当などは出ません。最低限守るべきラインで嘘をつくかどうかが、日本人と警告人の大きな違いで、大したことなさそうに見えても、正直200年の格差があると感じる。日本もダメなことはたくさんあるし、楽しいこともある国ですが、それでも国家自体を見てみれば、世界でも認められる先進国であります。警告は、これだけ個人が最悪な状態なら、国家自体を見てもダメだということに気がつかないのでしょうか。スレ主は、ユン・チホの日記に書かれていた言葉も紹介していました。韓国人たちは、自分の過ちを認めるよりも意地を張って弁明することにキューキューとする。そこでこそ、自身のメンツや自尊心が保たれると勘違いしている。日本人は、最低限の約束を守るのは確かですが、減ったとはいえ、ブラック企業という言葉があるように、ひどい企業もまだまだありますけどね。スレ主は、企業レベルで守れないのに、国家間の約束を守れるわけがないと言いたかったんでしょうね。ちなみに、最後に紹介されていたユン・チホは、李氏朝鮮末期から連合軍軍政期に活動した朝鮮の政治家、教育者、啓蒙運動家でありました。彼は、米朝修好通商条約締結時に、朝鮮人としては、最初の英語通訳者となった人物でもあり、大韓民国の国家である愛国歌を作詞したとされています。1883年から1943年まで、60年間、一日も欠かさず日記を書いたとされ、彼の語録には、他にもこのようなものが残されているそうです。警告人は 10% の理性と 90% の感情で生きている。警告人たちは頭が空っぽなのに優秀なふりをしたくて体が熱くなる。朝鮮人の特徴は人がムンソク丸い人をむしろに巻いて袋叩きにする刑をされるとその人について調べようともせずみんな一緒に、無条件で袋叩きにする。私がもしそのような声明書を発表すれば、デモが沈静化するどころか、むしろ、より刺激を与えて逆効果になる。自分と違うものを認めない者たちが民主主義国家を経営するだと。弱者は、果たして善良なのか？もし私が、思いのままに、私の故国を選択できるならば、私は日本を選択するだろう。ああ、祝福された日本よ。東方の楽園よ。新人の家は、陰気で、測量もなく、日本人の清潔で明るい家と比べることができない。しかし、我が国の人々の便所のような家を、どうして、新人の2階建ての家と比べられようか。
しっかりと本質をつかんで記録しているように感じます。弱者は果たして善良なのか？どこの国でも弱者は公権力や敵対勢力に対してどんな暴力を振るってもいいと考えてしまう。とても深い言葉です。渓谷の先人は時代が進んで未来になっても特性が改善されず、むしろ後退しているとは予想もしていなかったでしょうね。それでは次に紹介したスレ主の投稿に対しての警告ネットユーザーの声を一部紹介いたします。警告の残業は今も公務員手当の体系だけ見ても毎日2時間以内は合法的に無料でこき使う。日本と警告はすごく似ているが、すべての面で日本の方が少しいい。職場の業務時間を守ること、200年の格差という言葉は共感する。いくら経済的に日本に追いついても、そのような市民意識の違いは生まれるだろうね。なぜなら渓谷は 6.25 が終わってからわずか70年しか経っていないからだ。渓谷の労働人権はまだまだである。週40時間以上労働の国は渓谷と日本だけ。さらに渓谷は労働基準法上、労働者の権利をまともに行使できない事業所がほとんどである。労働者の権利行使を共産主義と叫ぶ老人の意識が改善されたり、彼らがいなくなってから他の国のようになれるのではないかな。日本で暮らして7年目だが、食堂のバイトや単純労働だけがそうだ。日本も夜勤パーティーである。サービス残業という言葉もあり、サービス残業は無料で残業している。日本で働いて8年目だが互いに責任を負おうとしないのは警告人の立場ではもどかしくて病心のようだ。日本の永住権を持っているものだ。日本も乞食のような職場は多い。紹介していたことは真実だね。日本に1年住んだだけでも警告がどれほど根本がないのかをすべて理解できるよ。それでは続いて日本人の声もいくつか紹介いたします。まずは約束や決まりを守るという概念を持つところからだよな。それができないから警告人は永遠に不幸が約束されてるのだけど、戦時中も朝鮮人労働者に対して日本企業の契約はきっちり守られていました。日本で働けば儲かると知った朝鮮人たちは、家族を日本に呼び寄せたり、日本へ密入国する朝鮮人が後を絶たないほどだったのです。警告がわめく強制労働が本当だったら、どうしてこのように朝鮮人密入国者が溢れていたわけ？警告人は認めることは永遠にないよ。その理由は、そんなことできないから。認めることができる人間なら日本とここまで揉めることはない。今現在の警告人の思考能力はこの先も変わらない。何を指摘しようが言い訳と正当化を繰り返すだけだ。学習能力がないので日本は相手にしないのが一番いい。日本に生まれて49年目だが、警告人との違いで最も大きいのは道徳観ではないかと考えている。多くの日本人は、小さい頃から、嘘つきは泥棒の始まり、正直に生きるよう教わる。約束は大小に関わらず、守るのが当たり前であって、そうやって、他人との信頼関係を築いていくのだ。警告人は、元人権派弁護士の大統領さえ、すぐバレる嘘を平気でつく。約束も全く守らない。一般人も同様なのは想像に難くない。結論、日本人として生まれた俺は幸運だ。お隣さんは、約束や契約といったものの、認識が世界標準からかけ離れてしまっています。状況が変わったんだから、以前の契約は無効などと叫びますが、この主張がおかしいとも思っていないんでしょう。他の言葉にしてもそうですが、警告独自解釈によって意味が全然違うものが多すぎるような気がします。
いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。